では最初にですね、加藤晴之様、お願いいたします。加藤さんはですね、元講談社でフライデーの編集長をされておりました。書籍の方ではですね、海賊と呼ばれた男、百田直樹さんの作品で、100万部を達成されている D1 編集者さんです。大木からですね、この人と仕事をするのが夢だった。一緒にやってみて本当にすごかった。一緒に仕事をできたことが宝になっていますというふうに聞いております。では早速加藤さん、よろしくお願いいたします。どうも皆さん、こんにちは、よろしくお願いします。ご挨拶にあたりました加藤晴之と申します。大木さん、僕の方こそ大木さんと仕事したかした質するのが夢だったっていうか、ちょっとした会合で大木さんのことを知ってですね、でやっぱ才能、何をする人か知らなかったんですが、書くものがすごくて切れ味が抜群なんでびっくりした。脚本家で有名な方だって全然存じ上げなくて、で、一緒に仕事しようって結局4、5年かかったんですかね、実現するまでに。で、モテ薬という作品に、その思いが結実したんですけども、なんですか、モテ薬そのものは、大木さんらしい作品で、非常に脚本家らしい、ストーリー性の高い、面白いどんでん返しが入った本なんですけども、その中にはいろんなメッセージが込められてるんですが、まずベースにあるのは、僕ももともとノンフィクションのお仕事が多いんですけども、隠し味にすごいいろいろ取材してるんですね。でその取材の成果がそのままで出すんじゃなくて、それを隠し味にして、でやっぱりもうその脚本家らしいっていうか、小説脚本家ドラマなので、ゼロから1を作る作業なんですよ。ノンフィクションっていうのは起きた出来事をどれだけその対象に比較して書くかなんですけども、初めての体験というか、百田直樹さんも実はテレビの構成作家が本業なんですけども、海賊呼ばれた男っていうのはかなり事実ベースドオントゥルーストーリーなんですよね。だから01という感じではなくて、むしろ1を1万倍にしたような作品なんだけど、モテ薬はまさに着想は、大体お読みになった方は出て、あれだなと、あの事件かなと、お坊ちゃんかなみたいな、そういう感じがすると思うんですけれども、とはいえ0から1全くノッシングかける、0っていくらかけても0ですけども、それを1にする作業っていうのは大変で、それに成功した、作品じゃないかと思うんです。で皆さんもその読んで感想をいただいてですね、で今日はその皆さんの感想を聞きながら、もう一回朗読されるんですよね、はい、ここで大いに盛り上がりたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はどうもおめでとうございます。ではこれから授賞式の方に移らせていただきたいと思います。はですね、初めにですね、モテ薬の編集をしてくださった小学館の武井さんよりご挙げていただきたいと思うんですが、武井さんはですね、週刊ポストの編集や書籍の編集をなさっておりまして、モテ薬をですね、大木と一緒に作り上げてくださった方です。大木からですね、本当に細やかな心配りで一緒に伴奏してくださって本当に感謝しているというふうに聞いております。本日はですね、オンラインでのご参加をいただいておりますので、画面の方ですね、ちょっと切り替えさせていただきます。では武井さん、よろしくお願いいたします。今日はズームで参加させていただいてます、小学館の武井と申します。大木さんのブログに皆さん の感想がアップされていましたので、一つ一つ読ませていただいております。で、モテ薬に関しては、登場人物が、いろいろ出てきて、単純にこの人がいい人とか悪い人とか、わかりやすいわけではないですし、謎に関しても、わかりやすく、犯人がこの人で、薬はこうだったっていうふうに書いてある作品ではないんですけれども、そこがやっぱり大木さんの奥行きがある物語だなというふうに私はつくづく思っていて、読む人によっていろんな感想が持てたり、ご自分がそれぞれ過ごしてきた女性としての生き方の中で大変だったこととか、逆にすごく痛快だったこととか、そういったことと引き寄せながら読んでくださっているのが伝わる感想で、一つ一つ本当に感動して、大木さんもきっと選ぶの大変だったんじゃないかなと思うんですけれども、すべてがもう対象だっていうふうに私の中では思っています。
本当にありがとうございます。あともう一つだけ申し上げると、いろんな方に大木さんと一緒に取材に行って書いていただいた作品なんですけれども、大木さんは取材中にすごく、いろんな研究者の方にも取材したんですが、研究内容以上に、研究者のその人そのものをすごく観察されてるなというふうに、横にいて思いました。その人間観察っていうところが本当に小説の中でも、出ていて、そういう意味でも読み返すたびに、いろんなキャラクターの魅力みたいなのが、あ、この人のセリフって、こうやって最後まで読んで、もう一遍読み直してみると、いや、なんか実はすごいダブルミーニングのセリフなんだな、みたいなこととかも気づくと思うので、ここにいらっしゃる皆さんはすごく読み込んでくださった方だと思うんですけれども、ぜひ、お友達だったり、お知り合いの方と、またいろんな感想を共有していただければなと思っております。今日は本当におめでとうございます。ありがとうございました。武井さん、ありがとうございました。それでは、改めまして、モテグスイ読書感想文コンクール大賞を発表いたします。大賞は北村留美さんです。どうぞ前の方までお願いいたします。前にお越しいただいて、作品、応募いただいた分を読ませていただきたいと思いますので。大賞、北村留美さん。自分でも本を出版するぐらい本や文章が大好き。そして自分が子どもの頃から引き込まれていく文章や物語には特徴があって、言葉では言い表せない魔力のようなものがかかっている感覚になるもの。そんな本に出会うと、ご飯を食べることすら忘れて、夕暮れに真っ暗になったことすら気がつかないまま、部屋の片隅で本にかじりついている子供だった。小説家大木静香さんの本は、どの本を読んでも子供の頃に夢中になった魔力がかかっていて、見ている私に時間を忘れさせた。まるで子供の頃、夕暮れに電気をつけることさえ忘れてしまったかのように魔力にかかってしまうのだ。そして読み終えた後には、爽快感と感動、これからの生き方すら変化していくほどの影響を受けた。けれど、モテ薬だけは今までの感覚とは違った。先が気になって時間を忘れて読んでしまう魔力の他に、読み終えた後に何か、今までと違う何かが残るのだ。それは爽快感とも感動とも違う何か。おいしいアサリのお味噌汁を飲んだ後に、口の中へ残る砂のようなジャリッとした不快とも言えるような感覚。そう、モテ薬は女性の中にある抑圧や欲望や野心、普段なら見たくなくて蓋をしているあらゆる闇を見せてくれる物語のように感じた。けれど、人の闇とはなぜこんなにもドラマティックで人を引きつけるのだろう。最初は女性として不信感を感じるような主人公水沢まりかにどんどん引きつけられていった。話が展開していくにつれて、心の中でまりかを応援してしまう。女性として社会に負けてほしくないとさえ強く思えてくるのだ。普段は男性に勝ちたいとか、怒りがあるタイプではないと感じていたけれど、この物語は知らず知らずのうちに、集合意識の中にある男性社会の中で、無意識に感じている女性の抑圧をあぶり出してくる。そしてこの物語の中に引き込まれていけばいくほど、登場人物の女性たちにエールを送り続けている自分がいた。最後の最後に、あっと驚く展開で出てくる主人公マリカの心の闇でさえ、彼女の魅力に見えてしまうほど、私はマリカに惹かれていた。登場人物の男性たちがマリカに魅力に取りつかれたように、読み終えた後、ジャリッと残る砂のようなもの、
それは社会の中に深く根強くある大木静香さんがこの世の中に訴えたかったものが心に深く突き刺さってくる感覚。あの日から世界は変わった。この帯にある言葉の意味が読み終えた後に深く深く入ってくる。たくさんの女性にこの物語を読んでほしいな。女性の深い闇を感じられるこの物語はきっとあなたの光になるから。ありがとうございました。この一言感想をいただけるでしょうか。大木静香さんの作品を読んだのは一番最初臆病な僕 の, あの奥の奥の本で、それを読んだ時にもう本当になんかこの方すごいなと思って、まあ、本がすごく好きなんで自分もタロット本ですけど、あの出版した時にやっぱりその文章の使い方とかそういうことをの視点からまた本を見るようになった時に本当にすごいなと思って、あの結構いろんな人に配ったりとか息子の反抗期に無理やり飲ませたりとかしてたんですね。でそれでスイさんに偶然にあの断食道場で出会った時にまたあの翼の未来の本、未来の、あの翼の本をいただいた時もやっぱりあの世の中で天才のだなって私が感じる人はたくさんいて、もうその中でもあの天才の定義があって、私のやっぱ世の中に波風をこう立てていく人っていうのがすごく天才だなって感じているんですが、本当にしんちゃんの文章っていうのは世の中に何かこう働きかける力とかで、あの昔の本でも本当コロナの時代を分かってたのかなっていうぐらいもうチャネラーだなって感じで本当感動するんですけど、今回のモテ薬もやっぱ3年間の月日をかけてね、そうやって取材されたっていうことで、もうすごい深いあの現実とそしてドラマティックのこの狭間をすごい垣間見せてもらって、うちは田舎なんですね、すごい田舎で、やっぱりあのまだまだあの信じられないぐらいあの男尊女卑っていう言葉が今、ね、使われるのも古いですけど、あのそういう感じであのとっても田舎で、やっぱりこういうセミナーに来るのにもあの普通に会社の服を着て、ね、来る女性もいるぐらい、やっぱりそういう女性が自由になるってことがすごくあの難しかったりする地域でもあるんですね。なのであの本を読みながらね、そういう一つ一つ の, あの過去の経験とかいろんなものを思い出したときに、あ、しーちゃんも訴えたかったことって本当になんか男性が正しいとか、まあ、女性があの間違ってるとかそういうことでもなく、男性が間違ってるとかでもなく、本当になんかその女性自身がね本当に自由な時代っていうのをあの真に受け止めて、あのどんどん活躍していくっていう、その女性の愛すべきしたたかさをねこう輝かしていってほしいっていう思いを感じて本当感動しました。本当にあのでもそんな賞をいただくなんてもう感動で、ありがとうございます。岐阜だったっけ、岐阜からね、わざわざ今日来てくださいました。ありがとうございました。では続きまして準大賞の発表を行っていきたいと思います。準大賞は2作品ございます。代読をですね、皆川奈穂子さんと一緒に行っていきたいと思いますので、皆川さんじゃお願いします。準大賞、浅岡真知子さん、モテ薬を読んで。異性を引きつける効果がある薬、モテ薬。モテ薬さえあれば片思いばかりして一向に叶わずに終わった数々の恋、告白して振られる、告白してもらえるようにとあれこれ画策している最中に相手に彼女ができるなどを、私は成就させることができたかもしれない。浮気中の恋人に悩んでいる人は、相手を自分だけに夢中にさせることも、既婚者を好きになって苦しんでいる人が、その結婚相手から略奪することも、恋なんて一生自分には縁がないと思いながら還暦を迎えた人が、燃え上がるような恋愛をすることも容易だ。
恐ろしく魅力的な薬だろう。老いることなく長生きできる長寿の研究は名門大学で積極的に進んでいる今の時代、モテ薬が実在する未来もそう遠くはないのかもしれない。モテ薬は1週間分などと近所の薬局で、もしかしたらチェーンのドラッグストアで当たり前のように処方する未来、満たされない心も体もモテ薬さえあれば簡単にその寂しさを埋められる。魅力的で恐ろしい。でもモテ薬以上に恐ろしく魅惑的なのは人間の方だ。有能な大学医学部教授吉見浩二教授が死亡したことからモテ薬の物語は始まる。その事件を追うジャーナリスト田中紗理が取材を重ねていく中で、吉見教授の死の真相が暴かれていく。芥川龍之介の藪の中を思わせるストーリー構成、一人一人が目の前で話しているかのような個性が際立ったキャラクター、小説でありながら実社会の決して綺麗ではない部分にスポットを当て、読者をただの受け身では終わらせない物語のノンフィクション性。時々ハラハラしながらページをめくる手が止まらなかった。人間社会で生きていれば富も名誉も地位も欲しい、賞賛もお金も愛も欲しい。モテるとはそういうものを人よりも多く享受していることを言うのかもしれない。水沢まりかが上下関係の厳しいお嬢様学校でも先輩に道を譲る必要がないばかりか、むしろ先輩からも経験の対象となったように、美貌と明晰な頭脳と人を引きつけるフェロモンで著名な男の研究者を次々と味方につけ地位を上げていったように、モテるというだけで人生が勝手にうまく進んでいく、少なくとも外部からはそう思われてしまうような人間を私も見たことがあるけれども、彼女たちの本心は見えない。水沢まりかが友人の父親にレイプされた経験があることを知ることはできない。仮に知っていたところで純粋に登場できるだろうか。トラウマを武器にしてずるい、そんな自分の醜い心の声が聞こえる。嫉妬と羨望が入り混じった感情、同時に自分の女性性を意識して利用したことは一度もないのかと問えば、答えはノーだ。女であるだけで備わっている付属物を煩わしいと感じながら、どこかで自分の欲のために利用することもある。セックスをしている最中の人間の IQ が理性を持たない他の動物同等かそれ以下になってしまうことから逃れられないのと同じように、男女は性欲から逃れることはできず、そのおかげで今もどこかで新しい命が生まれ続けている。それは決して悪ではない。嫉妬、復讐、裏切りの応酬の中で必死に利益を得ようとする優秀な人々の歪んだ人間性、恐ろしくもあり少しだけ愛おしくもある。これからも大田原院長は金の亡者であり続け、氷室教授も自身の研究室が権威を持つことに固執し続けるだろう。女性差別が蔓延する中で理系女たちはこれからも戦い続けなければならない。けれどもそんな世界にも多分 7K の貧乏ポスドクと陰で笑われても意に介すことなく研究に打ち込み続けている人がいるはずだ。ライバルに蹴落とされても腐ることなく志を保ち続けて仕事をしている人がいるはずだ。自分の真っ黒さに気づきながらもう後にも引けないと考えている人にも優しさが、純粋さが、眠りから目を覚まして彼らを導いてくれることもきっとある。水沢まりかの異様性は誰もが持っているものなのかもしれない。私の中にいる水沢まりか、私の大切な人の中にいる水沢まりか、自分の見たくない部分、大切な人が見せたくない部分、
それらを見たとき、それを見て見ぬふりをしたり、薬でごまかしたくない。薬がすぐ近くにあっても手に取ることなく、自分を律することのできる私でありたい。モテ薬は、自分を律するために、社会のために、誰かの幸せのために存在し続けてほしい。テクノロジーがそんな心から生まれるものであってほしい。そう思える限り、私は自分の中の水沢まりかから目をそらさずに、社会を愛して生きていきたい。読書感想文の準大賞を、受賞されました。浅岡真知子さんです。どうぞ、一言、受賞コメントをいただけたらと思います。はい。本日はオンラインという形にはなってしまったんですけれども、この授賞式に参加させていただいてありがとうございます。私、朗読もしていただいたりとかですね、プロの方に、大木さんに自分の感想文を読んでもらえたということでも、とても大興奮しています。私は、出版関係の仕事をしておりまして、そのご縁で大木さんとお会いする機会をいただきました。これまでの作品も、読ませていただいたんですけれども、勇気をもらえる強いメッセージと、あと大木さんオリジナルのですね、人生が前向きになるような言葉がたくさん描かれている中で、今回は小説ということで、それがどういうふうに表現されるのか、また初めて小説書かれるということで、本当にどういうものになるのかなっていうふうに楽しみに待っていました。ストーリーの面白さはもちろんなんですけれども、やっぱ個人的にはですね、登場人物のこの色が違う、この登場人物の何ですかね、実社会 に本当に存在するなんかタイプ別人間のタイプ別診断みたいなものでもそのまま扱われるみたいな形の本当にリアルな登場人物にそういう共感したり反発したりとすごい楽しかったなっていうふうに思います。そうですね、エンターテインメント作品としても面白いものでありながら、やっぱり読後感がですね、最後実社会の社会問題を考えさせられるような読後感がすごく印象的だったなというふうに思います。ありがとうございました。では続きまして準大賞2作品目紹介いたします。準大賞富山かなりさん、タイトル、あの if の行く先を。あの報道があったとき、今後この事件をモチーフにした小説が出ても、自分は決して読むまいと思っていた。研究の世界に差して興味がない大衆が、気分次第に研究者の世界を揶揄するのかと思うと、我慢がならなかったから。それでも読んでしまったのは、そろそろ決着をつけてほしいと願う気持ちが大きくなってきたからかもしれない。この小説、モテ薬は、いろいろな意味で世界に衝撃を与えたスタップ細胞騒動をモチーフにしたフィクションだ。この物語は、センセーショナルな記者会見も、その後の過熱報道もすっ飛ばして、女神を魔女へと転換した出来事から始まる。実際の報道があった頃、私は研究を掲げる機関に在籍し、実際多くの研究者とこの事件を話題にした。論文を読んだこともない。サイエンスよりも女子力やら、うさんくさい健康法やらをありがたがってきたマスコミに対する批判の方が多いくらいだった。程度の差こそあれ、関係者とされる人々に対して同情的な気持ちが強かった。さすがに21世紀の報道にはいくらか分別があったのか、報道の名のもとに生身の人生を垂れ流すことは減っているが、同時に事件に対して折り合いをつける機会を失ってしまっていた。なぜこのような結果になってしまったのか。彼女は、彼は、本当はどんな人だったのだろうか。何に喜び、誰を愛し、どんな苦しみを抱えてきたのだろう。残酷な野次馬報道と言いながら、それを望む自分も知っていて、この手の事件はいつも後味が悪い。人の欲望の中でも、不老不死と同じぐらい強いと言われ、モテたいと気持ち。それがたった一粒の錠剤で叶うなら、私はいくら払うだろうか。新聞広告ができた時代には、
健康とモテの広告はあったのだから、人類共通の夢なのだろう。莫大な富を生み、性欲や名誉欲、征服欲を満たしてくれる薬、効能を羅列すると、なるほど麻薬だ、実際賢者の石だろう。ならば周囲をゆっくりと不幸にしていく様も納得だ。このエピソードのもつれ具合が生々しくて、うっかり現実かと錯覚してしまうことが幾度もあった。その度に表紙へ戻り、これはよく似たフィクションだからと自分に言い聞かせた。リケジョの端くれとして、彼女らの立場に、待遇に、言動に同情や共感を抱くことは容易だった。残念なことに、私に一番近いと感じたのは、主人公に出入りの餌魚屋を紹介した同級生だった。彼女のプライド、正義感、そしていけすない嫉妬心がなかったら、この物語は成立しなかったとすら思う。なんという存在感の脇役だろう。秘密のメールがほころびてからの展開は、さすがモーキーワールドだった。いつの間にか私と物語の境界線が揺らぎ、主人公の言葉がまるで自分から出たかのような錯覚に襲われた。手際よく、それでいて決して事務的ではなく、物語のピースが埋まっていく。主人公の科学指揮者が聞いたこと、見たものが自分の体験として私に記憶され、登場人物たちはまるで私と会話をしているかのようだった。メタルシンデレラをモテ薬と呼ぶ人たちにいちいち腹を立てながら、本文には出てこない舌打ちの音まで聞いた気がした。モチーフを忠実になぞりながら、誰も知らない日常シーンまでを丹念に想像して作られた世界は、あったかもしれない世界の記録のようにさえ思えた。フィクションが誰かを救うことがあるならば、それはあったかもしれないストーリーを提示してくれた時だろう。騒動の登場人物に着地点が用意され、イフの分岐が刈り取られた時、読者はやっと落ち着くことができる。これで私の中でも一つ決着がついた。これが物語の力なのだろうか。最後に全く余談になるが、もしこの物語が映像化されるとしたら、俳優の高橋一生はキャスティングされるだろうか。誰の役というわけではないが、途中から彼の顔がちらついて仕方がなかった。答え合わせの機会が来ることを切に願っている。続きましてですね、SVS 特別賞を発表させていただきます。SVS 特別賞は岡村茂雄さんです。どうぞ前の方にお願いいたします。代読は皆川さんにお願いいたします。こんにちは。SVS 特別賞、岡村茂雄さん、渾身のノワール小説モテ薬を一気に読了した。あのスタップ細胞からメタルシンデレラを着想し、主人公を本物よりクールな研究者に仕上げた渾身の作だ。やはり著者の本質はサスペンスを得意とする脚本家。科学雑誌記者のインタビュー、登場人物の記者会見、メール、供述といった会話、セリフで一気に読ませていく。そして最後の女性記者の手記、すごい疾走感だ。ある書評記事では、愛と欲望の科学サスペンスエンタメ小説とあるが、私は水沢まりかという得体の知れない女性が主人公のノワール小説だと思った。それにしても取材と執筆に3年は脱帽。それだけあの小保方春子さんをめぐる出来事が題材として魅力的だったのだろう。本の帯にあの日と入っているのは見事だ。はい、どうも、改めまして岡村茂雄と申します。八王子からやってきました。で、多分前の大賞の準大賞のお二方の感想文に比べるとえらい短いなと、思われたと思うんですが、実は私大木さんの本を読んだのが初めてで、絵は今後ろで
成をしてくれてます。この音と映像のと、すみません、全部会社の名前まで覚えててください。社長の土屋さんと昔会社仕事が同僚でして、その辺であの本が、出た時に、すぐに送ってもらったんです。で、まあ、あの今度のは、小説なんで、いや、あの読めると思うよということで送ってもらいました。で、あの送って、本のパッカーですね、包みを解いた瞬間、あの表紙の、なんて言うんですかね、異様さですね。あの女性の顔って最初見た時もちょっと不気味な感じはしたんですが、読んでいけば読んでいくほど、あの夜枕元に置いておいて目が覚めてあの顔を見るとちょっと怖いなというような感じなんですが、でもそれが読み終わると本当にその彼女の水溜りがですね、あ、やっぱりこういう女性なのかなという、ぴったりくるような、ものでした。で、あの私も仕事からですね、著者インタビューとか、あのフリーのジャーナリストをしてるもんですから書評とかは書くことがあるんですが、読書感想文というジャンルでこのような賞をですねいただけるのは小中高ずっと、振り返ってみても一度もなかったもんですから非常にあの嬉しくてですね、今日はあの飛び入りではないんですが、そのまま参加させてもらったんですが、あのおそらく大木さんのファンの方たちの集まりで、感想文書いて受賞される方も女性なんで来ればおそらく間違いなところに行くことになるなというのは思ってたんですが、多分年齢も一番高いんだと思うんですね。でもあの来てですね、さっきの大賞準大賞の方たちの感想文を聞いていて、さすがに本当によく読まれてるなと。私もあのもらった日に確かですね覚えてるんですけど、ヒルニアの本が届きました。で読み出して読み終わったのがその日の10時半ぐらいですよ。ですぐあの土屋さんに読み終わったよと、いやすごいなと、その才能ってのは改めてというかあの感じて、やっぱり脚本家なんだねっていう話になりまして、その時にじゃ あのちょっと感想を書いて送ってくれるということだったんで、読書感想文の言うことは聞いて感想を書いて送れということだったんで、さっきぐらい あの短さで終わってしまってるんですが、逆に、まあ、短くてもあのいや、ね、自分の思ったことは言い尽くせると思う、言い尽くしているなと思うんですけども、いや本当にあの素晴らしい作品を、読ませていただきましてありがとうございました。こちらこそ、本当にあのスタッフ細胞と大方さんのこれほどやっぱり見事な作品が作れるんだなということを改めて感じまして脱帽した次第です。今日はお招きいただきまして、あのその編集の加藤さんがご紹介していただきましてありがとうございました。どうも失礼します。ありがとうございました。